本日は茨城県古河市のお店へ訪問。オムライスが美味しいとのことで気になり初訪問、洋食屋のぐちさんです。オムライスの他にスパゲッティ、ハンバーグなどもあるようですね。では参りましょう。店内は落ち着いた雰囲気ですね。なんか昔からのお店って感じがあり、私はこういうお店は好きですね。さて、こちらがメニューとなりますが、何をいただきましょうかね。ピザもあるようです。これはお友達とかとシェアするのも良いかもしれません。看板にはオムライスとシチューのお店とも記載ありますし、本日はオムライスにするとして、それでも種類がありますね。こちらはドリンクとデザート。今日は暑いのでアイスコーヒーを注文。それとオムライスのおかず代わりにソーセージの盛り合わせも注文。非常に美味しそうです。さて注文ですが、ちょっと珍しいのがあったためそちらを注文させていただきました。納豆オムライス、それとお味噌汁がついてきました。わかめと豆腐、定番中の定番。私はこの組み合わせが一番。ではいただきましょう。こういう子供が好きそうなものは私も大好きでして、非常に美味しいですね。さてメインのオムライスですが、上の卵がもうすでにうまいって言ってます。これは美味しいですね。外食でオムライスを注文することはほぼないので、本当久しぶりにオムライスをいただきました。こちらがオムライスの中ですね。料理をしない私にとってオムライスイコールケチャップご飯が私の定番ですが、まあそんなわけないですよね。このソース的なものが何かは説明できませんが、ちょっと塩気があってうまい。オムライスに納豆、ちょっと悩みましたが、これは頼んで正解ですね。大変美味しいです。あえて大盛りなどにはしておりませんが、十分な量だと思います。ではどんどん食べ進めていきましょう。ソーセージも正解ですね。オムライスにソーセージ、まさに子供って感じですが、まあいいでしょう。ご飯の中にも納豆があります。さすがに納豆が苦手な方には厳しいかと思いますが、納豆の匂いもほぼ気にならずいただけます。好きなものは最後に残す方なので、ソーセージを食べて完食です。ごちそうさまでした。
大変おいしくいただきました。チャンネル登録お願いします。